住川吉木は、新潟県長岡市須吉町にあった、日本の城。追記念は、はっきりしないが、永常年間に、腰長美化の長尾高景が築城し、蔵王道場から腰長美化の本拠を移したとされる。お立ての乱では、継承の中心的な上田長美化との対抗状、上杉景虎に組みしたが、小田浜の合戦において、上手、上杉陰信が討ち死に、 城も落城して、古市長美化の本流は滅亡した。乱後は、上杉謙信在名中に、古市長美化を継承していた、川田長近が、古市長美化の威信たちを、住みか吉州として再編。その長近が、越中松倉城で休止すると最前線は無理との、判断で着難の岩鶴丸が、住みか良に戻される形で上司となるが創生。 親戚筋の河田地下支線が河田家を継ぐも軍役を縮小されて住みか地州の一部省に格下げとなったために名実ともに腰長尾化は滅亡となった。上杉家の合図天保により廃城となったが河田家の没落因後は継承時期んとなった住みか地州が万象として治めた。また、上杉謙信の母である虎御前はこの城の城主であった。 長尾坊系の娘である。このため謙信はこの城で誕生したと伝説されている。ありがとうございます。